背中首がね、はい、首もなんかすごい悪そうなんですけど、はい、ガクッとここが入ってるので、はい、ね、なんか伸びてないというか、あ、多分顎が上がってる感じなんですよね。あ、うん、この辺痛くないですか？痛いですね。ここもそうなんだよな。この辺もちょっと骨のカーブが急なんですよ。ここからここにかけてこの辺とかちょっと痛いですよね。はい、これやっぱりこたつのせいですか？まあ筋力が弱いとか、はい、姿勢が悪いとかやっぱりいくつかあると思うんですけど、こたつもあるかもしれない。背中丸くしちゃうからね。いつからこたつ入ってるんですか？まだ10月の頭ですけど。今こたつ出してるんですか？あ、でも私1年中家はあのこたつ布団が、ええ、なんつっても1年中そうご飯食べてそうなんですね。大丈夫ですか？で、すごい仙骨も上がっちゃってるんですよね。やっぱりこう歪みが結構大きい。あら、すごい背中が痛いんですよね。何が痛いですか？最近背中が痛い。最近背中が痛い。ちょっと声が上がっちゃってるんですけど。なんか相撲取りと話してるような気持ちが。最近すごい背中痛いですね。かわいそうに。痛すぎて寝れない人。声が痛すぎて。なんでそんな太い声に。痛すぎて寝れない。大変じゃないですか。寝れないとやっぱ疲れも取れないですもんね。ちょっと特製で叩きますよ。はい、腰が良くないんですね。仙骨上がっちゃってますしね。頭痛でしたけど、そう、ここからで言うと、うん、こう左に向かっての C の字っぽい感じですね。こうぐーっと上がって、で最終的にちょっと右上がりになってるってことなんで、足の長さもねやっぱ違いますよね。右の方が、まあ、短いですしね。あと硬いですね、なんか硬いんですよ。すごい関節に硬さを感じます。その座りたくなる気持ちが分かりますよ。立ってんのしんどいんですね。しないと喉悪くなるんですよ。そうですね、私生活で気をつけるか、まあ、自分でやれない分は、まあ、そういう人の手を借りてメンテナンスするとか。そうですね、お尻が大きくなりましたね。あ、そうだね。結構でもいいことなんじゃないですか、ちょっとセクシーになったというか。あ、そうですね、お尻が大きい分には私は嬉しいです。ね、お尻は大きい方が女性らしくて、ね、うん、お腹がちょっとまあでもあの、なんて言うんだろう、あのぐらいの感じだったら男性好きなぐらいなんじゃないんですかね。あ、確かに。ぴったりしてるよりかちょっとふっくらな方が男性浮きは前より正直良くなったんですね、うんうん、ああ、なるほどなるほど、うん、ね、やっぱちょっと癒されたいみたいなあるんじゃないですか。うん、ちょっと少しふっくらしてる方が、そうですね、うん、柔らかそうとか、うん、体が良くなってるわけではないっていう。そうなんですよ。そうなんですね。なんかバリバリですもん。
逆にだから重くなった分ちょっとしんどいっていうのもありますよね。あ、そうですね。負担が膝とかね、負担が。え、あの急激に6キロっていうのは2ヶ月ぐらいでとかですか？そうですね、うん、びっくりしました。この間体重計の何をしてたんだ、そうなっちゃったんですかね。あと何食べ過ぎだったんですかね。食べ過ぎ、あ、痛い。前もそこまで作用差なかったですもんね、手とかも。あ、本当ですか。うん、あ、マジか。まあでも歪みはあったからあれなのかな。でも結構こんなにそこまで右は痛くない、左は痛いっていう風に なったのって初めてじゃないですか。あ、そうですよ ね、ここまで、そう、ここまで極端なのってあんまなかった気がする。痛いですよね、押されても、はい、ちょっとごつあんですって言ってもらっていいですか。私も叩かれるんですよ、きっと。お客さんに向かってなんてこと言ってるんだって。怖い。仲いいですからね。そうです、私とモンハさんはね。そうですね。憎み合ってないです。憎み合ってないですよ。その邪気はないというかね。ないです。そうそう。トーク戦動画の説明欄で、あのレイプゾンビの友松監督がっていうのを書いたら、はい、レイプゾンビなんていう言葉を、うん、マミンの誰が望むというのだっていう、あのそんなことは書かんでよろしいというのを書かれてましたね。うん、レイプ好きなマミンだっているかもしれないじゃないですか。いると思いますよね。そう一概には言えない。そう、その人が単にね、うん、ちょっと嫌な言葉だなって思っただけで、うんうん、しかも事実ですからね。なんかだってだと誰と分かんないよりかはこういうことやってる人ですよがある方が ね、あまり古い作品の名前言うのもなんかね。そうですよね。そうですね、最新作でね、今話題のということで。まあなんかやっぱできれば引っかかってほしいんですよね、私としては。うん、あの心に残ってほしいというか、うん、ね、やっぱ良くも悪くも印象に残ってなんぼかなと。そうですよ、うん、そうなんですよ。まあまあね、やっぱりももはさんも結構攻めますよね。言葉でですか。言葉とかやってることが結構ツイッターの写真とかでも
わーって思ったことありますけどだいぶなんか怖いものなしだなと思ってびっくりしました、はい、あれはどういう心境で出したんですか。あ、どういうジャンルですか。あの多分いや世の中の女性が一番人には見せたくないと思いそうなものを出すっていう。あ、やっぱりなんか私はインパクトで注目されたいんですかね。なるほどなるほど。あとなんか、はい、ちょっと私もあれは迷ったんですけど、はい、迷いますよね当然。迷ったんですけど、はい、なんかここでなんかせっかくやっぱり出演させていただいたのに、そうやってなんか出演作に優先順位を決めたいなと思って。なるほど。隠すのダメやと思って、あ、全部オープンに行かないと監督に失礼だと思って。なるほど。出したらちょっと、はい、フォロワー減りましたでしょ。減りましたあれはね、モロハの刃だと思いますね。あれを出すことによって、はい、もっと好きだと思う人と引く人と、まあまあいるですよ。いますよね。やっぱちょっと特に食事中だった人とかは嫌いになるかなって思う。関係者なく、そう、普通のグラビアのアイドルさんとかもフォローしてくださってるから、はい、そういうことじゃ多分一斉に外すんだろう仲間だと思われたらやばいみたいな私こういう仕事はしないぞっていう、そうですね、まあでもね、やっぱ確かにね、そう優先、はい、その仕事にね、はい、優劣はないですよね。ないです。それもね、立派な仕事ですもんね。ちゃんとこなした仕事ですからね。そうですね。地形はゆくゆくは取る側になりたいと思っていて。ああ、そうですよね。そうなんです。はい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 。で、それはやっぱ女性で。はい。いや、男のうんこなんてやつ。今言わないでいたのに全部言っちゃった。これどこまで使おうかなまあまあそれも行きましょう、攻めて行きましょう、はい、攻めていこう。あ、レプゾンビがいいんだったらうんこなんて全然みんな出すもんですからあ、そうですよね。そうです、レプは犯罪ですから、ね、そうですね、そりゃそうだ、はい、そうですよ、はい、なんかやっぱおかしいですよね、そういう普通にあるものを、うん、王様は裸でって言っちゃいけない的なねそうですよね。そうそうそう、あることをあるままに言うことは決してね、おかしなことでも悪いことでもないと思います。人に見せるのがおかしいだけそうですね、単体はおかしくないですよ。そう、単体はおかしくない。そうです、単体はみんな見慣れたものですもんね。そうですね。そうです、そうです。なるほどなるほどいや、いいと思いますよ。私なんか、その、だから、はい、あんまり、そういう、なんですか、ももはさんのこととかも、はい、濁さない方がいいかなと思ってるぐらいなんですよ。はい、ちゃんとこう、そういう、別に全然、出演作とか経歴は、はい、決して全然、はい、あの、ももはさん自体もね、あの、オープンじゃないですか。とか言って、芸能で大きい仕事入ったら隠すんですよ。私みたいなやつは。まあまあ、わざわざね、そう悪くすることないですもんね、印象を。お仕事流す必要はないかな。そうですね。まあ、やっぱり世間的なものってありますからね。そうですね。そうですね。やっぱり大きい仕事で稼げば、リラクエさん行く回数も増えるし、やっぱり。そうですね。うんこに義理立てる。そうです、まあ、あくまでお金が欲しい、ね、あくまでお金を安くるんで、そう、ね、はい、そう、やっぱこれあれなんですもんね、一番言いたいことはお金が欲しいってことなんですよね。あ、私はそうですね、はい、誰かのためとか、はい、何かがどうとかいうことよりはお金が欲しいっていう、切実にお金が、ね、いや、私なんで売れたいかって言ったらお金が欲しいからで、あ、やっぱり、ね、
仕事一個一個の単価が上がってほしい。いやそりゃそう、だから上げてきましょう、うん、もはさん、ね、もう今ちょっと安売りしてるじゃないですか、若干。そうなんですよ、ね、だからどんどん上げてきましょう。もうフリーモデルってただですかっていうような人はやめて、ね、はい、ガンガン行ってきましょう。もうちょっと値上げキャンペーン中で、これから行きたいですけど、ね、行きましょう行きましょう、はい。今回の動画面白かったと思ったら、はい、ぜひまだの方はチャンネル登録していただいて、はい、グッドボタンをお願いいたします。お願いします。はい、またお会いしましょう。 See you。 角度が違う、角度違いますね。こんな感じでいいんじゃないですか。はい、はい、ありがとうございました。